今回はワッフル編みで編むブランケットの模様を紹介します。この模様は表側も裏側も同じ編み地です。伸縮性もあります。今回は並太の毛糸8号のかぎ針で編みます。今回の模様は鎖編み2目で1つの模様になりますので、偶数の作り目を作ってください。14目の鎖編みを編みました。1段目は長編みを編みますから、長編みの立ち上がりの鎖編み3目を編みます。鎖編み3目を編んで、ここから1、2、3、4、5個目の鎖編みの裏山を拾って長編みを編みます。5個目の鎖編みの裏山に長編みを編みます。次も2段目からは立ち上がりの鎖編みは2目です。鎖編み2目を編んで編み地を裏返します。次は長編みの引き上げ編みを編みます。引き上げ編みは長編みの足を拾います。針を入れて後ろまで出し、長編みの足を拾って、ここに長編みを編みます。針に糸をかけて、鎖編みを編んだその次の長編みの足を拾います。針を入れて、長編みの足を拾って、長編みを編みます。針に糸をかけて引き出し、針に糸をかけて2本の糸を引き抜き、また糸をかけて2本の糸を引き抜き、これが長編みの引き上げ編みです。長編みの足を拾って長編みを編みました。次は普通の長編みを編みます。次の長編みの頭2本を拾って長編みを編みます。次は引き上げ編みです。今長編みを編んだ次の長編みの足を拾って長編みの引き上げ編みです。次の長編みの足に針を入れて長編みを編みます。少しゆったりした長編みを編んでください。これが2段目の編み方です。次は3段目です。3段目は2段目と同じ編み方です。立ち上がりの鎖編み2目を編んで編み地を裏返します。次は引き上げ編みから始めます。鎖編みの次の長編みの足を拾って、ここに長編みの引き上げ編みを編みます。そして次の目は長編みを編みます。長編みの頭を拾って長編み、次は引き上げ編みの長編みです。次は引き上げ編みの長編みです。そして3段目の最後も2段目と同じで、次の目に長編みを編んで、そして最後は2段目と同じように前段で立ち上がりの鎖編み2目を編んだ2個目のところに中長編みを編みます。針に糸をかけて鎖編みの2個目に針を入れ、糸をかけて引き出し、すべての糸を引き抜いて中長編みを編みました。長編みの引き上げ編みで編むワッフル模様を紹介しました。